入江貝塚と高砂貝塚は貝塚を伴う集落跡です。紀元前3500年から紀元前800年頃の遺跡です。竪穴建物跡や多くの墓が見つかっています。入江貝塚では貝塚の断面を見ることができます。道具や装身具の数々は縄文人の工夫の証です。土器や土偶の数々は自然と共に生きる証です。こうした出土品の多さと質の高さが特徴です。貝塚そのままの姿です。縄文人の宝の山です。ただのゴミ捨て場じゃないんですね。縄文人が海や山から貝や魚、動物を取ってきてですね、食べた後に貝殻や骨が残りますよね。それをそこら辺にポイポイ捨てるんではなくて、一箇所にまとめておいたところ、それが長い年月をかけて積み重なった場所が貝塚なんです。土器や石器、骨格器なども見つかっています。人のお墓もこの貝塚から見つかるわけです。お墓まで出てくるんですか。はい。縄文人は自然のものからいろいろな道具を作りました。これは守頭です。鹿の角で作られています。イルカやオットセイ、それから大きな魚なんかを取っていたと考えられています。これは釣り針です。魚の種類や大きさに合わせていろいろなものが作られました。本当に彼らはこう工夫をしながらこううまく生きていくための知恵があったっていうのがこの釣り針からも分かりますよね。そうですね。これはイノシシの牙で作ったっていうことなんですけれども、北海道にはイノシシはいませんでした。本州から持ってきたものだと考えられています。はい、私の友達がいます。ちっちゃい、少し上目遣いで口をポカンと開けているということが特徴ですね。自然に対して恐れや尊敬の念を抱いていたと思うんですね。縄文人の祈り、はい、それを表現したものだと思います。この開いた口から祈りの声が聞こえてきそうですよね。